新歌舞伎座とは、1929年に、東京の角はに開場し、1960年まで営業していた歌舞伎劇場。この劇場を所有していた新歌舞伎座株式会社は、1933年、小築系の小築工業株式会社に、九州合併された。新宿駅を中心とした1937年の地図。駅の東側の角は町一丁目方面に、 同館のほか昭和館、新宿劇場、新宿座、武蔵野関東が密集している。小倉落とし工業は、初代、中村吉右衛門一座。歌舞伎を工業の中心として、曽我野屋五郎一座、新派、新国劇などの公演を行っていたが、1933年からは四代目、片岡が当、三代目万道志宇などの青年歌舞伎の上内劇場となり、 インテリ層が比較的多かった山手の観客に支持された。1934年内部を改造して新宿第一劇場と解消、青年歌舞伎に加え小築少女歌劇団の本拠になったが SSK は1937年に新築会場した浅草国際劇場に移った。このため1938年より映画館に転身。 第二次世界大戦中の1942年には戦時統制が敷かれ、日本におけるすべての映画が同年2月1日に設立された社団法人映画配給者の配給になり、すべての映画館が紅系、白系の日系等に組み入れられるが、同年発行の映画年間昭和17年版によれば、同館は紅系に指定されていた。その後1943年から、 演劇工業を再開するも、1947年再度、映画館となる。1958年、新宿小築座と改称して、歌舞伎を中心とする劇場に戻り、1959年、新宿第一劇場に、またなしたが、1960年閉鎖、廃座。閉鎖後の敷地は、三越の所有となり、長らく、新宿三越の駐車場となった後、 1991年に新宿三越南館が建ったが、その後1999年に全館を大塚家具に賃貸し、現在に至る。東方映画が制作し1942年12月3日に紅系で公開されたハワイマレー沖海戦のポスター。館名、リスト中央に第一劇場の文字列が確認できる。なお、1924年に 四谷永住町に新築会場した大国座が1929年に一席に改装して山手劇場と改称されたが、これを小築合名会社が同年から1934年まで沈着し新宿小築座と改称して洋画館、レビュー劇場として使用していたことがある。小築から新宿小築座を返還された所有者はこれを元の名前である。 大国座に戻したが、この年上京した松尾国産が沈釈して、新宿歌舞伎座と改称、1937年までの3年間経営した。松尾からの返還後、新宿シネマと改称して映画館となっていたが、1942年に再び松竹が沈釈、新宿大劇場と改称し、経営劇、演芸の興行を始めた。1944年に、 新宿小畜座にまたなしたが、1945年の空襲で消失した後は再建されなかった。敷地は、その後の野村総合研究所が長らく所在していたが、現在はソフトバンク IDC の本社ビルになっている。同じ新宿界隈にあること、どちらも新宿小畜座を名乗ったことがあること、新歌舞伎座と新宿歌舞伎座と名称も紛らわしいものであることなどから、 両劇場はしばしば混同されるので注意するべきである。小畜の新歌舞伎座は1934年6月の新国劇公演の後7.8月を休場して内部を改装し、新宿第一劇場と改称して SSK 公演を開始したのが8月31日で、松尾の直営発行業が同年10月であるから、新宿歌舞伎座という名称は商売人の松尾が 新歌舞伎座の客を吸収しようと狙ってつけた可能性はある。年間 P10 から30、33、40、43年間 P448 から4504億5245万5459新宿第一劇場三つ豆シネマ2014年4月11日閲覧歌舞伎町で歌舞伎やっていませんよね。どうして歌舞伎町って言うの 歌舞伎カフェ2020年10月6日閲覧 AB 年間 P1024 から36ありがとうございます。